あ、嘘。どうもピーチスと申します。本日も歌穂のたたり2の実況プレイをさせていただこうと思うんですけれども、前回ねトゥルーエンドを見てしまったと思うんですよ。実はこのゲームトゥルーエンドの他にバッドエンドが3つ用意されているようなので、そのバッドエンドを今から回収していこうと思います。さあということで最初から始めているんですけれども、夢蔵オカルト研究所全然探索できなかったんですよね前回。ですのでここに絶対まだ何か隠されてるんじゃないかなと思います。バッドエンド3つも用意されてるんでね。ですのでまず、あ、ちょ、オープニングだった。このロッカー絶対怪しいですよね。これなんだろう、これに、あ、ニコニコとか、あ、違うわ。あ、待って、図書室の鍵が置いてある。共に所長がの、うわ、こっち側から調べるとなんかあるんだ。そう、これ所長室なのかな、所長のメモ。うわ、なんかある。荷物室には絶対入るな。ないぞ、入ってほしそうなやつ。前回こっち側から調べて満足しちゃったんですよ。うわ、そっか、引き出しの中には何もない。え、どれ、あ、これか。なんか図書室の鍵があったんですね。で、図書室に行けるようになってる。ここかな。あ、違うわ。こっちか。あ、違う。あ、違う。逆か。ああ。防災ベルが少し鳴った気がしたが、気のせいだったのかもしれない。これ気のせいで済ませる？下手したら消防来ちゃうよ。大丈夫、こっち入れるようになってるとか。女、あ、待って、な、る、あ、来るな、女子トイレ入れるようになってたりとか。もう、あー、うわ、大丈夫か。まあ、女子トイレならあり得る光景っちゃあり得る光景なんですけれども、こっちの奥は大丈夫？こっちの奥にはもう皆さん、もうこれすでに新境地ですよ。もう全然違う演出が待ってます。来るな。ここかな、図書室。オッケー、鍵が開いた。さあ本棚がたくさんありますが、調べていきましょう。オカルト関係の本が並んでいる。役立ちそうなものはないということで、まあ一つ一つ調べていきましょうか。まあ二列目も何もありませんでしたね。ああ、いや、もういちいちやめて、そういう物理で驚かしてくんの。え、何ですかあなたは。まあ3列目を調べていきましょう。これだよねきっと。お、ここも荒らされてる。ん？なんだろうこれ。何？暗証番号のヒント？もう開けてと言わんばかりのあのロッカーを。この紙を見つけるとは、何か探ろうとしているのかな？まあいいだろう。まあいい。ヒントだけ教えてやろう。数字で始まる一区切りが4つ。その頭の数字を並べてみろ。なんだそれは。その4つの暗号を並べるとロッカーが開くってことかな。なるほど、所長が書いたんかい今の。所長らしいな、そんな遊び心のある所長なんですね。まだ何かあるんじゃないですか。ひどか、何？前から読みたかった本だ。なんで読まなかったんですか、会社の図書室にあるのに。冥界と現世、チョ・ディ・ダレイオス、ディディですね。さまよう魂と妄想像、二つともやばそうですが、一つずつ読んでいきましょうか。さまよう魂。さまよう魂。人は死ぬと冥界へと旅立つ。しかし、事故などで突然死んだ場合、自分が死んだことにさえ気づかない時がある。その時、魂の身は現世をさまよう。当然、本人は気づかないので普通に過ごすが、大抵その時明らかに違うことがあるのだ。影がなかったり、鏡に自分の姿が映らなかったりする。それにも本人は気づかないのだから、結局現世の幽霊として一生を過ごすのだ。もっとも一生なんてないのだが。なんだその逆光みたいな、なんか最後ギャグ落ちかこれ。もう一個ありましたよね、妄想像。これは何でしょうか。妄想像。その土地に停滞した怨念が現世で生きる者の前に姿を現すことがある。
それを妄想像と呼ぼう。さっきのさまよう魂みたいのがその土地に停滞した怨念ってことですよね。でも現世のお母さんのことじゃない？それ、大抵その土地の何かが踏み入れたものの信仰を妨げようとすることが多く、突然目の前に姿を現したりするらしい。確かになんかお母さんもそんな感じしましたよね。突然目の前に現れたり二人現れたりね。しかしそれはそれを見た者自身の心の弱みであり、幻覚症状とも捉えられる。実際に目の前に存在しているかは不明である。幻覚とも言えるってことか。うんうん、お、終わり。他には何かあるでしょうか。ディーディーの本以外は他にはないみたいですね、読みたい本は。ですので、あとはこのロッカーの番号、4つの区切りで、その頭文字の数字を取って4桁ってことですよね。うん、4つの数字どこだろう。3、2、1、 パソコンかな。パソコンになんか4つの区切りみたいなのあった？これかな。お、これ441、4つの区切り4。でもなんか区切り感ないですよね。 ADF30、 これかな。確かに数字のブロックは4つありますよね。3099800 4F5901 だから3845なのかな。それとも、まあこれはちょっと3つの区切りなんでね、3845かな。あ、嘘。他は大丈夫？すいません、ちょっと落ち着こう、こういう時こそ落ち着こう。他は大丈夫か。うん、あ、これもなんか8879とかありえそうですよね。8879なのかな。これも一応頭に入れておきましょうか。うわうわ、ちょっと待って、これは、あ、これは何でもないか。おい、ちょっと待った、ダウンローディング、なんかダウンロードしてるよ、なんかダウンロードしてるよ。お、戻っちゃったけど、ノーダウンロードズ。え、やばいやばい、パソコンがハッキング。あ、これさっきダウンロードした動画。はい、ノーネーム、ノナメプレイ。え、はじめに机の下を調べなさい。え、いやちょっと、もう癒されよ、青い悪魔で。あれ、見れなくなってる。これしか見れないの？これ見れんの？逆に今これは見れんのかよ。最後なんか真実を知って死ぬみたいなこと言ってましたが、なんか机をの下をとにかく調べないといけないみたいで、ちょ怖い怖い怖い、ちょっと怖いよ。パソコン終了しますか？するよ。なんだよもうパソコン。でもなんとなくわかりましたね。携帯電話の番号か、さっきのアクセスコードで見てみたいな感じですね。アクセスアドレス、まあアクセスアドレスから打っていきましょうか。3845だっけ。お、それでよかったんだ。ロックが解除された。荷物室の鍵やばいやつじゃん。いっちゃんやばいやつじゃん。セーブしよう。よし行くぞ。荷物室ここ、開かない、ここじゃない、こっち開かない、あし、これか。お、荷物室です。皆さん、え、こんな続くもんだとは思わなかったんですけど、段ボールがたくさん置いて、これは絶対調べちゃいけないやつ。こっち行こう。お、こっちも開く、こっちも開いた。これは空き部屋の鍵ね。お、空き部屋に空き部屋1、
失踪した社員のオフィス、どれどれ、あ、これじゃないか。失踪した社員のオフィス、トイレ側の部屋、荷物室側の部屋、あ、今左側にあるあの2部屋のことですね。これ開けちゃう？開けます？うわ、やばいじゃん、絶対やばいって。お札だって他のには貼ってないんですよ。オカルト研究所なんで他も曰く付きだと思うんですけれども、これだけお札貼ってあんだよ、やばいぜ。なんだろうこの箱、お札がこんなにたくさん。開ける？なんで開けんの。中には古いビデオテープ、そしてメモが置かれていた。メモ、謎のメモ、謎のメモですよ皆さん。ここには何もなかった、だから探るな、聞くな。うん、これってもしかして失踪した社員から送られてきた？噂には聞いていたけど、まさか本当にあったなんて。最近仕事もあんまりないしな。何考えてんの？このことについて研究してみようかな。もうしずねちゃん天職だよ、オカルト研究所が。佐藤総合病院、確か図書館に資料があったはず。資料があるんだ。図書館に、図書室にまた行かないといけない。待って、古いビデオテープ、佐藤総合病院と題されたビデオテープ、これどっかで見るのかな、前作みたいに。ひとまず夢蔵オカルト研究所にはないですよね、ビデオレコーダーみたいのは。ここが開く。お、またパソコンが、画面が変わったよね。これ人の机には触れない方、戻った。え、なんか画面が変わる。人の机には触れない方がいい。お、机の下に何かある。何でしょうか。新聞記事の右端、何何、資料かな。あ、資料にはないわ。所持品？お、これだ。古い新聞の記事、切れ端の右側のようだ。左側がどっかにあんの？左側？左側？この部屋にはありませんでした。あ、ちょっと待って、何何何これ、なんで、え、やばいやばい、もしかして何も何も起こりませんか。おお、やばい。あのなんかデスクトップが表示されてるんじゃないの、あの女の人の。こっちも開く。あ、こっちも鳴ってんじゃん、もう。どうすんの？ここ？あ、机の下に何かある。何？貼るものがあれば見れる。ピンと貼らないといけない、何かを。あ、自分のロッカーにあったかも。なんかぐしゃぐしゃになってるものがあんのかな。何をゲットしたんだ？新聞記事の左端だ。あ、貼るってテープで貼るみたいなことか。なるほどね。自分の部屋のロッカーにあったかもということで、ロッカーに行かないといけない。ここかな？はい。どこの本、あれ？あ、そっかそっか。今、図書室に本を探しに行ってる最中でしたもんね。こっちか、図書室。これかな？はい。あ、もうこんな近くにあるんだ。あ、これだ！近くにあってよかったですね。心霊スポット2010。うん。佐藤総合病院。バツバツ県ナンバー4、佐藤総合病院。 1900XX 年に建設される。 XX 県の端の方に位置する丸々市に建てられている。女性の人口が比較的多い地域のため、産婦人科に特化した病院であった。様々な黒い歴史を持ったため閉院になったと言われているが、表上の理由はアスベストによる患者の大量死である。患者さんが大量に死んじゃってる。表上の理由はアスベストだけれども、やばいことやってたんじゃないのってことですよね。しかし本当の理由は明らかになっていない。おお、住所とか載ってないみたいで伏せ字になってましたけど、結構違う。あ、しずねちゃんにとっては伏せ字になってないんだね。これでレポート出したら所長も喜んでくれるかな。所長死んでるかもしんねえよ、もう知っちゃってるからね、真実に近づいちゃってるから。ついでに失踪した社員を見つけられたり、よし、やってみよう、一人で全全てやり遂げよう。3連休が待ってるんじゃないの、しずねちゃん。何、一人で熱くなってるんだか。とりあえず家に帰る。あれ、新聞記事を貼るみたいのはないんですか。新聞記事をね、えそういう任務がありますよ。まだここかな。オッケー。テープ、うんうん、なんかあるんじゃないの、やばいものが。自分のロック普通に見つかった。なんだ。これを貼り付ければいいか。オッケー？貼り付いた？くっついた？お！一家失踪。今日未明、
バツバツ市在住の山の一家に1週間以上人気がないと近隣の住人から通報があった。警察が駆けつけたところ、うちの中には誰もいなかったという。現在家族全員の身元確認を急いでいる。調べによると一家は8月20日以降所在が不明だとのこと。専門家の意見、一家心中の可能性もあるため早めの捜索が求められるだろう。しかし現在一家の長女17歳の姿が現れたという証言が上がっているため、そちらのことも止めつつ捜索を進めてほしい。ということで、この事件については前作でありましたよね、序盤の方に。ただ歌のちゃん、長女の歌のちゃんの姿が見られてる、どっかで目撃されているということなんじゃないでしょうか。お、あー、こうまとめてくれんだこっち読めばよかった。まあ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 、先ほど読んだんでここら辺はこんな感じでね。さあ、ということで、これはどう認識すればいいのかな。あ、何回も見れるんですね。ですので、これはこれで終わりなのかな。何何、あれ誰かいる。荷物室の方、荷物室。あ、ちょ待って、セーブしよう、セーブしよう。歌のちゃんが今、歌のちゃんはもうやばいことになってると私は認識しておりますので、歌のちゃんがいる。え、ここ右側部屋あったっけ。まあまあまあ、ひとまず荷物室に行きましょうか。あれ誰もいませんよ、音が鳴ってますけれども。あれ誰もいない。え、お、部屋がなくなってる。え、何だったの。さあ、ロードして戻ってまいりました。歌のちゃんを追いかけて荷物室に向かっていたら、右側に現れたこの謎の部屋、荷物室に入っちゃうと消えちゃうんで、このタイミングしか入れないですよね。行きましょう。何、こんなところに扉が、扉なんてあったかな。なかったですよね。あ、何、音が、開いてる。なんでこの扉だけそんなキーっていう田舎純地みたいな音すんの、これ。中は真っ暗だ。うっ、今なんか表示されなかった、一瞬。え、何も見えない。あ、携帯、携帯が活躍するの初めてじゃない。なん、まあ、メールとかも来ましたけれども、こういう機能的に活躍するのは。ここは、え、戻ろう。あ、なに、どこどこ、え、え、え、ちょ、この部屋も探そう。じゃ、全然違うところに行った今。しかもなんか3億円事件みたいな写真がいっぱい出てきたけど。あー、なに、あれ、あれ、ここ山の家、なに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 、山の家じゃん、ここ。え、お母さんが首ちょんぱになってたところですよね。なんか浴槽にお母さんかな、これ。え、これ出ないとダメだよね、やっぱり。はい、うわわわわわわ、椅子が、椅子が勝手に、山の家の戸籍一覧とかあります？ないですね。調べることはできないみたいですが、完全に山の家だよ、ここ。うわわわわ、椅子動くなよ。あ、そうだ、ビデオデッキとかあります？ビデオレコーダーとか。テレビがないよ。ここら辺テレビ置いてありませんでしたっけ？こっちは？なんか、鍋パーティーしたいな。鍋パーティーとかできます？できないみたいですね。この部屋には何もないか。はい。あ、戻った。あ、よかった。亀裂が入ってる。だいぶ劣化してますね。え？こっち？出よ出よ。開かない。誰か助けて。とても臭い。だいぶもう、靴も腐っちゃってる。あ、コートも腐敗臭がするって。相当放置されて、そのままあったってことでしょうか。何？何人目？いっぱいここに人が来たってこと？それでもいろんな実況者がやってるってことでしょうか。うわ、ここ死体があるじゃん。お父さんと、これ誰だろう。リノちゃんかな。こっち？あ、あれ？ピエロの置物があるって。え、この先、続いてないんだ。ピエロの置物の棚がもう前の方に来ちゃって当選もしてますね。じゃあここ左かな。あ、テレビだ。この奥には行けないみたいです。うわ、おばあちゃんの部屋でしょ？ただの日本人形。いや、あの左上にはあんまり行きたくないんで、こっちから行こうか。あ、こっち行けない。トイレには行けないようです。え？
上に行くしかないよね、これ。うん、行こう。あ、ふすまがあるよ。はい。あれ、壁、あ、動けない。え、動けない。え、なになになに。なになに、お祈り。なに。おお、ちょ、おりんの音がしたと思ったらなんかやばいよ。中からなんか来た。え、うん、なんか卵みたいな。うわ、違う、お面だ。超でっかいお面。うわ。別段追いかけてくるわけではない。何？赤くなったよ。これ、調べることはできないみたいです。あ、なんか赤くなってる。ちょっと待って。え、人形が動いてるよ。こっち行っていいのかな？おう。おう！え？ちょ、あ、何？イベントの読み込みに失敗し、あれ？これあれ？え？ま、その操作はできません。入力ボタン。これあれじゃん！これまたあのバグ？え、おう。あのバグだわ。あの、やつだわ。一番怖いやつ。もうさあ、これでもやっぱ最後まで見ないと消せませんよね、皆さん。見ます。ああ、ほら、怖い。ちなみにですよ、この部屋にずっといたらどうなる？前回は途中までしかいなかったんですが、どんどん赤くなっていくんですよね。ですよ、これなんか怒るんじゃない？なんか襲ってくるとか、な、来るとか。どう？あ、暗くなった。やばいの来る？あ、ゲームオーバーなんだ、ここで。あ、なるほど。まあまあ、こんなところ早くずらかりましょう。じゃあ、これ右行ったらバグっちゃったんで、これ左行ってみるか。え、ちょ、あ、いけない。え？じゃあ、こっち行くしかないじゃん。え、なんかやばいの出てくるでしょ、そんで。え？これ、この演出を最後まで見なさいってこと？ちょ、なんかマイケル・ジャクソン出てきたけど、こっち行けないの？あ、行けそうだけど行けないわ。え？あ、別に触れてもなんでもないんだ、こいつ。仲間か。あ、じゃあ一緒に行こうぜ。一緒についてきてくれ。あ、なに？え？さっきのバグは？え、どういうことなの、これ。え、さっきバグりましたよね、同じところで。なんか聞こえる。え、どういうこと。え、おかえり。え、名前知ってる。え、誰？おかえり、しずねちゃんってね、皆さん聞こえたと思いますけれども。これエンディングなんだ。山の家に行ってしまうというエンディングでしたね。うわ、どういうことなんだろう。おかえり、しずねちゃんっていう声の主、誰だったんですかね。まあ、理由はポンポンと挙げられないんですけれども、しずねちゃんってゲーム中に登場したお母さんの実の娘さんじゃないような気がするんですよね。なんか詩とかも、なんか雨の日に舞い降りたみたいなのがありましたけれども、まあ、雨の日に拾ったとも捉えられなくもないみたいな。で、まあ、ちょっと待って。今このエンディングで流れてる歌って、あの、鎮神歌。前作に登場した歌じゃないですか、これ。前作で、なんか、歌穂の神っていう邪神みたいのがいて、その神様が年に一回怒るんですって、なんか喉を奪われたかなんかで。で、その怒りを収めるために、村人たちが鎮神歌っていう歌を歌うんですけれども、これなんじゃない？これ、確かその歌だったような気がしますね。まあまあ話は戻しますけれども。で、今回のエンディングで、まあ、しずねちゃんが、帰ってきたっていう認識ですよね。山の家にお帰りって言われたんで。ですので、しずねちゃんは山の家の血を継ぐ
いやでもそう考えると前作で歌のちゃんとりのちゃんのもう一人他にいたってことですかね、兄弟姉妹が。それとももっと山野家の中で分かれて、まあ、いとこみたいな感じでいたってことなのかな。まあそこら辺は分かりませんが、お帰りっていうのはそういう山野家にお帰りみたいな感じだと思います。これ以降の真実の詮索はお控えください。またこれ以降起こった怪奇な現象などについて作者は一切の責任を負いませんのでご了承くださいということで、いやー本当にこれ毎回このエンディングの文章が不気味なんですよね。またこのゲームをプレイしてる側がなんかやばいこと起こっちゃうんじゃないかなっていう気持ちになっちゃうんですよね、これ読むと。終わりということで、まあおそらくこれはバッドエンドの一つだと思いますので、あと二つあるんですかね。おいてめえら、チャンネル登録を忘れんなよ。ほう。